うわくっせえ、超魚くせえな。はいどうも、アンバージャックでございます。本日はですね、防波堤に来ておりますよ。もうやっぱりね、この防波堤の釣りが一番テンションが上がりますね。テンション爆上げでございますね。今日はね、後方サーモンを狙っていくんですけど、この時期ね、後方サーモン釣れるんですけど、まだちょっとちっちゃいんですね。釣れる時間帯はね、だいたい明るくなってからが、まあ、基本ですね。じゃあなんでこんな暗い時間に来ているかって言いますと、テンションが高まってるからですね。今駐車場に車止めてきたんですけどね、まあ誰もいないですね。ただまあ釣れるっちゅうのは間違いなく分かってるんで、ちょっとやってみようかなと思いますね。明るくなるまであと2時間ちょっとかかるのかな。若干寂しいんですけどね。まあでもゆっくりと日の出を待ちながらね、釣りをしてみようかなと思いますね。ちなみに今の気温はね、1度でございますね。でもね、全然寒くないね。テンションが高まってるからですね、これ。まあ、ちょっとね、波の音がね、大きいですね、これね。結構荒れてんじゃないのかな。で、今日のね、釣り込み方はね、ぶっこみ釣りになりますね。ぶっこみ釣り。まあ、シンプルにね、軽めの重りつけて、で、針1本で、餌はね、スポーンサックっつって、サーモンの卵を使いますね。サーモンの卵も本当にね、超有能で、どんな魚でも釣れるんですけどね、いつもね、餌を作ろうか、食べちゃおうかね、迷っちゃうんですけど、まあちょっとね、我慢して、食べなかったと。そんなね、努力の結果、作り上げた餌を使いますね。めっちゃ凍っとるな、これ。めっちゃ凍っとるけど、大丈夫かな。あ、これ、危ねえな、これ。滑るわ。はい、ということで凍ってて滑るんで、まあこっちでやりましょうかね。でね、こうミシガンはルールがありまして、竿はね、1人3本までなんで、今日は常時3本竿を出すような感じでやりますね。はい、じゃあちょっと準備していきましょうかね。多分ね、人もそのうち来ると思うんで。はい、じゃあね、今日使ってくね、餌のご紹介ですけど、これですね、スポーン削除なんで、これシュケインって言いますね、シュケイン。これサーモンの卵をね、こうやって、筋子のまんま、まあこう、着色したり、匂いつけたりするんですけど、これがお店で買ったやつ。で、これが、ここはね、自分で作ったやつ。これキングサーモンの卵かな。じゃあそんな感じで、まずね、仕掛けをね、やっていきましょうか。これがシュケイン。今日の餌ですね。これしか持っていてない餌。おいで。これがね、今日の仕掛けですね。竿の長さは、10フィートぐらいかな、3メートルぐらいですね。んで、メインラインがこれナイロンのね、10ポンドですね。まあ、ちょっと今日釣るサーモンはね、ほんと大きくないんで、サイズもね、サバぐらいなんで。たまにね、間違ってスチールヘッドを釣れるみたいなんですけど、とりあえず僕が狙っているのはちっちゃいサーモンですね。ちっちゃいサーモンで、シンカーはね、これ1オンス使います。1オンス大きくないです。1オンスだから 28g ぐらい。だから本当に海が荒れてたら結構動いちゃうんですけど、もうそれでもいいかなっていうぐらいの、こんな感じのね、アバウトの釣りですね。で、まあ、重りはこんな感じでね、スライドするようにして、でね、ちょっと、針がね、これ特殊な結び方してます、これ。缶付きの針。これ、オクトパスっていうのの、何号だったかな、忘れたな。4号を使ってるんですけど、まあ、オクトパスはアメリカでいうチヌバリですね。でも、結び方が、これ、エッグノットっていう結び方してまして、こうやってね、リーダーを緩めるとこう輪っかができるようになってるんですよ。これ輪っかがね、ここにサーモンの卵を挟みます。サーモンの卵を挟みます。ここで、まあさっきも言いましたけど、サーモンがちっちゃいんで、あんまでかくてもね、
食い切れないんで、ちょっとちっちゃめ、こんぐらいで、この輪っかに卵をこうやってちょっと通して、でキューって引っ張って、こんな感じです。これね、エッグノット、結構ね画期的な結び方だろうと思います、針の。そしたら仕掛けは完了です。少し遠投するんですけど、ここはね、あのちょっと沖に投げるとなんかゴロダみたいなのがあるんですよ、ジャリジャリした砂利みたいのが。でそういうところに結構サーモンが通ってるような気がするんで、まあそこら辺まで僕は投げますね。ちょっと、ね、風があるから流れちゃうな、これ。こんなところかな、ちょっと流れちゃったけど、まあええやろ。はい、1本目完了。そしたらこうやってね、一応鈴をつけておいて、これで完成です。じゃあこんな感じでどんどん作っていきますね。はーい、2本目。本当に大きくないんでね、この時期のサーモン。キッズなんで、キッズ東横キッズなんでね、まあそんなごっつい仕掛けもいらないですし、しかもね、食べたら美味しいんですよね。広報サーモンは本当にね、サーモンの中で一番うまいと思いますね。で持ち帰りはね、1人5匹までだったと思いますね。このエッグノットはね、本当はあのググればいっぱい出てくるんですけど、もう必須ですね、ミシガンの釣りで。こうやって餌釣りやるんだったら必須。そしたら3本目ですね。おら、あ、もう来ちゃってる。当たってる当たってる。うそ、早くない？カモも用意してないな。どうしようかな。はい、いた。ちょっと待ってみましょうか。結構ね、乗らないことも多いんですよ、この釣り。当たってもね。当たりは多いけど、なんかヒット率はね、多分、5割とかそんな感じですね。まあでもこんな夜中にね、当たったことないんで、いい感じのスタートですね。ひょっとするとね、ただ仕掛けが動いただけかもしれないが。この釣りの極意はですね、餌だけですね。もう本当にこの、シュケインの作り方で全然超過変わってくるんで、もう本当に餌で変わってくるんで、超過は。まあそんな釣りでございます。それ以外のテクニックはね、もうあんまりないですね。だから、いい餌さえ手に入れば、まあ、あとは誰がやっても釣れる感じ。ということで、3本仕掛けがセット完了しましたので、あとは待つだけ。まだ全然夜やね、これ。タモをね、不意の大物に備えて一応置いておく感じでね。How much weight are you using? 2 ounces. 2 ounces? Yeah. あ、餌が取られてる。寒い。重りもね、重くしたからね、これで当たったら、まあ魚でしょうね。
ぱめっちゃ寒いのこれ。まあもうすぐ夜明けだからね、ちょっと仕掛けを最高の状態にしておかないといけないのではないでしょうか。あれがね、出始めたみたいですね、いろんなところで。It is a ladies size. I'm not sure the keep size. It should be ladies. Is there a size on salmon? 10 inches. 10 inches. So it should be ladies. Yeah. はい、ちょっと小さすぎるんで、これリリースですね。まあでも一匹釣れたんでね。よかった。お、来て。食う。おお、続かないね。おい。いいね、この適度に当たりがあるのが最高やね、これ。はい、バレた。サイズ的にはね、うん、多分10インチ超えてるから持って帰りましょう。よいしょ。なんとなくね、これ多すぎても良くない気がしててね。Japanese. Oh, okay. You know, I'm Japanese, so every language in Japanese might be hard. Oh, I got a fish, maybe. Oh, yeah, I got a fish. Sorry. No, I think it's small.
Yeah. Nice Koho. Koho. Yeah, he told me 10 inch is a keeper size. So I think it should be over 10 inch. Yeah. よいしょ。はい。アナザー候補さんもですね。ちっちゃいけどね。まあ、キープしていいっちゅうことなんで、持って帰ります。それではね、今からこの候補をさばいていきます。この氷はね、防波堤から拾ってきたやつですね、これね、うん、めっちゃ汚い氷だね、これ、はい、よいしょ、ちっちゃいね、これまあでも30センチ以上あるか、尻尾入れて、はい、ということでちょっとまず鱗をね、落としていこうかね。おぉ、すごい、めっちゃ簡単に落ちる。ザーッと流します。ザーッとね。あ、やべ、お湯だった。おぉ、美味しそう。川魚でもないし、なんとも言い難いフォルムですな。すっごい身の色、めっちゃ綺麗これ。はい、じゃあこのね、ゾウモツをこの袋に入れます。サンキュー。ちょっと俺これ最高のこの氷の再利用方法思いついたわ。汚くないんだけどさ、でもこうやってね、この中にこうやってビールを入れればやばいね、これ。よし、砂糖、砂糖ね、大さじ1杯、味噌、大さじ、今日のね、野菜はね、玉ねぎ、大根にネギです。なんでこういう野菜かというと、冷蔵庫にあったからです。はい、そしたら酒、大さじ1ぐらいかな。酒でちょっと溶いていきます。そしたら、色はなんか全然違えな、これ。はい、じゃあやっていこうか。はい、じゃあまずね、油をね敷いて、フライパンが温まるまではちょっと時間がかかるから、よいしょ。うわ、くっせえ、超魚くっせえな。うわ、めっちゃくちゃうまそう。
油をもう一回敷いて、で野菜をね、野菜を炒めます。よいしょ。これで玉ねぎ、はい、野菜にねしんなりと火が通ったら鮭をイン、おいしいお胡椒、はい、それで味噌をね、ちょっとこうやって刺して、ちゃんちゃん焼きの完成です。トゥン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